ね、やっぱりきつかったですけど、まあでも、短い中でも内容の濃いキャンプだったんじゃないかなと思います。まあ明日もありますけど、まあ今去年みたいにメンバーが固定されてるわけじゃないんで、もうシャッフルでやってるんで、まあなんでっていうのはないですけど、確認というか、まあとりあえずは初めて新加入してきた選手たちと話してこうしてほしいとか、まあ自分の、まあ、プレーはこういう感じだっていうのを言ってはやってるんですけど、まあ同じヤジもちょっと面白いし、あいつも関西人だからまああとはね、誰だっけ、翔か、伊藤翔とかね、結構ずぶとい感じで、なんか物おじしな、そんな感じでいいですけど、まあ純吾はね、もうね、なんか久々にサッカーやったけど、サッカー何十年やってない、一緒にやってないけど、別にそんな感じがしないっていうか、まあ講師ともにまあいい感じだとは思うんですけど、まあ今年はもう2月の半ば頃からゼロックスが、まあ本当にその最初のタイトルを目指してやって、やっぱり、波に乗っていきたいと思いますし、まあ本当に個人的には、去年はちょっと怪我がありながらあったんで、まあ、それをしないように、今シーズン頑張っていきたいと思いますので、去年と同じぐらいの声援をよろしくお願いします。